スーパースポーツの課題は風を操ること。車体を取り巻く風を巧みにコントロールし、空力性能と冷却性能を同時に、そして効率よく高めるトータルエアフローマネジメントを実現しました。その一つがフロントから取り込んだ風の流れです。フロントルーム内のデバイスを冷却した後、ダウンフォースを発生しながら排出。さらにボディサイドの空気抵抗を減らすことで、サイドインテークへの風の流れをスムーズにします。ノーズが切り裂いた風はフロントとリアに最適なバランスでダウンフォースを発生、同時にリアパワーユニットを冷却します。こうした緻密なエアフローマネジメントによって、理想的な空力特性と冷却性能を実現しているのです。